皆さんこんにちは、 MS クリニック総院長の早見隆です。今回は包茎手術を考えている皆さんにとって非常に役立つ情報をお届けします。包茎手術を検討しているけれどその後の生活がどう変わるのか不安に感じている方や、すでに手術を受けたけれどその効果やメリットについてもっと知りたいという方に向けて実際の体験談も交えながら詳しくお話しします。この動画を最後までご覧いただくことで手術後の生活を具体的にイメージできるようになりますので、ぜひ最後までご視聴ください。変化の一つ目は性機能の向上。こちらは最も顕著な変化の一つです。人が露出するため性行為の際によりダイレクト感が向上します。その結果性行為の満足度が飛躍的に向上するわけですが、パートナーにとっても人頭の凹凸がよりダイレクトな刺激になることでより高い満足感が得られます。当院で手術を受けたお笑い芸人の高道さんは、 G 行為の気持ちよさは若干減少したが性行為の満足度はより高まったと語ってくれました。高道さんの体験談について詳しく知りたい方は概要欄から動画をご覧ください。また早漏の改善も期待できます。人が露出することで刺激に慣れ射精のコントロールがしやすくなります。ちなみに早漏については包茎手術以外の治療法もあります。包茎手術に限らず何かお悩みのある方は当院の無料相談をご利用ください。相談は匿名でも OK、 どんな小さなお悩みご質問でも受け付けています。相談するだけで気持ちが軽くなることもありますから、ぜひご利用くださいね。2つ目の変化は衛生状態の改善。こちらも大きなメリットの一つです。包皮がなくなることで人周りを清潔に保ちやすくなり、細菌や真菌の繁殖を効果的に防ぐことができます。これにより陰部の不快な臭いやかゆみが軽減され、性病をはじめとした感染症のリスクも大幅に減少します。さらに尿の流れがスムーズになり、尿路感染症のリスクが低下します。このような感染症は包茎の状態の方が3倍も感染確率が高いと言われていますので、手術を受けることによりかなり改善されると言えます。包皮がなくなることで尿の排出がスムーズになり、残尿感や排尿困難の症状が大幅に軽減されます。実際に手術を受けた高道さんは、排尿時に皮を剥く必要がなくなり小さなストレスが減ったと語ってくれました。確かに授業や会議が終わって今すぐトイレに行きたいという時に皮を剥かずに出せると心理的にとても楽になります。排尿は毎日5から7回はするものなので、このような小さなストレスが減ると心に余裕が生まれますね。3つ目の変化は自信がつくということです。今まで取り上げた衛生状態や性機能について改善されることで自己評価が高まり、精神的に大きな自信が生まれます。自信がつき精神的なストレスが軽減されることで全体的な生活の質が劇的に向上します。例えば友人と銭湯に行った時に川の状態に気を取られないで済みますし、衛生状態や見た目の変化によりパートナーとの関係が良好に発展する可能性もあります。男としての自信がつくことはあなたの生活にとっても大きな影響を与えます。手術によって自信がつけば生活全体にポジティブな変化が期待できるでしょう。さて今回の動画では包茎手術前と術後の変化について詳しく解説しました。いかがでしたか？包茎手術はたった数十分で終わります。回復期間を含めると約1ヶ月。長い人生のたった1ヶ月で生活の質が大きく向上するのであれば短い期間だと思いませんか？当院への無料相談はお電話だけでなくメールや LINE からでも予約が取れるようになっています。何か相談したいことがある方はぜひそちらからお問い合わせください。このチャンネルでは今後も男性のお悩みに関する情報を発信していきますので、ためになったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。動画へのご質問があればできる限りお答えしますので、コメント欄でお知らせください。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。